こんばんは、平井弘明です。今回はですね、リクエスト動画でアイアンの飛距離に対してドライバーがちょっと飛ばないというお悩みがある方がいらっしゃったんで、そのことについて動画を撮っていきたいと思います。その方が言ってるのは、アイアンの飛距離に対してドライバーがもっと飛んでほしいのにドライバーが全然飛ばないよっていうことなんですよ。でそれはなんでってことなんですけど、本当のことを言うんで怒んないで聞いていただけます？ドライバーの飛距離がその方の本当の飛距離で、結局アイアンの性能が良くなってる、要はロフトが立ってたり、要はストロングロフトですよね。結局アイアンが飛ぶようになってるだけなんですよ。そうで、じゃあドライバーも立てたらいいじゃん。ドライバーちょろ出ます、ゴロ出ます、上がんないです。なんでドライバーはできないんですよ。で反発係数もあるし、長さもね46インチ以内に今度規定が変わって、だ結局それ以上もう飛ばせないよね。そうだね。そうだから振るしかないわけ、手打ちで、うん、だってヘッド動かさなきゃ飛ばないんだから。すぐ手打ちって言うから、だってそうでしょ、ヘッド動かさないと飛ばないんだよ。そうだから体動かすと思いっきりヘッド来るから、それ一番飛ぶだからそれでドライバーっていうのはほぼほぼもう限界に来てるわけ。クラブの性能が、そう性能が、あなるほど。そうなんかダイヤモンドとかプラチナとかなんかめちゃくちゃ飛ぶ物質が出来上がらない限り、多分もう劇的には伸びない。パーシモンからメタルになった時に劇的に伸びて、メタルからチタンになった時にやっぱり劇的に伸びて、チタンから複合ヘッドになって多少伸びて、もうない。もう物質的な話なんだ。そう素材の、そうそうそう素材の話。でもアイアンも飛ばしたいとかって言うけど、もちろんね、アイアンはロフト立てられるんだよね。ドライバーよりスピン量も入るから、そこまでドロップするってことがあんまりないのよ。あるけど、でもドライバーほどなくて、だからロフト立てちゃえば、で結局さ、これ今7番って書いてあるけど、これ製造する前にここを9って書いたら別に普通に9番で飛んでいくわけじゃない。この7番が普通なんだから。そういう風に、要はだってそれぐらい立ってるから今。そうなの？そう、プロの使ってるロフトと、プロもでもストロングロフト使ってるプロもいるけど、でもほとんどのプロが寝てるわけよ、ロフトが。そうなんだ。そう、元々だからこのモデルも、要は市販モデルとプロモデルで1度か2度ぐらい違うから、番手によって。ショートアイアンなんか2度ぐらい寝てるわけだから、それぐらい飛距離が違って普通じゃないんだけど、ストロングロフト入れると、今ウェッジ3本セッティングってあるよ、下が開くからウェッジ3本入れてやるんだけど、でも俺はそれが嫌だし、アイアンで飛んでほしくないのあんまり。そうだからストロングロフト使わないんだけど、狙ったところに打てればいいんでしょ。それだけなの、道具としてはね、用途は。それを飛ばすってなるとばらけるの知ってるし、わかるし、俺個人の場合はスピン量が少ないから止まらないっていう感じだから、じゃあアイアンの意味がないじゃん。ちゃんとした適正なスピンが入って止まってくれないとスコアにならないから、それをやらないんだよね。だから自分のドライバーとアイアンっていうのは距離が詰まってることはないのよ、ちゃんと開いてるの。でも例えばこの間ね、お客様のドライブスターっていうヤマハの新しいアイアン打たせてもらったの。7番で185とかいったの。俺普通160ヤードなの。そんぐらい飛ぶわけよ。25ヤードよ、ヤマハのドライブスターね。めっちゃいいいい、めっちゃくちゃ良かった。音もいいし、打感がめっちゃくちゃ柔らかい。良かったなあれちょっと中空っぽい、ポケットキャビティっぽいヘッドなんだけど、見た目と打感がブレード。あんまり言っちゃまずいねまずいのなんかね、でもいいものはいい。ああそうだね、うん、何仕上げめちゃくちゃ綺麗。あそうなんだそう市販のやつでそうってことですか。そうめっちゃくちゃ綺麗だった仕上がりが。やっぱりさ、物ってさ、いいものはいいじゃない。いいものはいい、ねえ、いいものはいいよ。そうだから紹介したい、うん、あそうドライブスターかな、うん、確か名前が新しいやつ。あんまりそういうなんか他社のクラブレビューしてくれないからさ、うん、うんうんうん、リクエストをやつしてあげたらもんな買わないといけなくなっちゃう。そうね、そうね、お金がないね。そう、お金ないんです。そう、真ん中お金ないから。でも俺多分ダンロップ以外のメーカーで勧めたの初めてでしょ、ほぼ多分。そうだね、そうだよね、多分記憶にないよね。でもそれぐらい衝撃的に良かった。そんなにあれはびっくりしたな。それぐらい良くて、だからアイアンってロフトが本当に自分のクラブよりも20ヤードから25ヤード飛んだんだけど、でも番手に対して距離が出るようになったけど、ちゃんとスピンも高さも出るようになってるクラブが多いんだよね。それぐらいアイアンって進化してるのよ。だから7番だからって言ってドーンってこんな低い球は出ないのよ。そこがアイアンのいいところだから、どんどん詰まってきて当たり前じゃない。だからドライバーが飛んでないんじゃなくて、アイアンが飛んでるの。そこをね、分かっていただくだけでちょっと気持ちが落ち着いていただけるかもしれない
でも焦るよね確かに。そうだよね、アイアンこんだけさ飛んでんのにさ、うん、なんかドライバーは飛ばねえなってて、うん、力むじゃない、うん、だからそれはドライバーが普通であって、うん、アイアンがドライバーに迫ってきてる。じゃあドライバーもっとその飛ばしたいよってなったらどうすればいいの、うん、いやもうヘッドを動かすしかないよね、手打ちで。それかその方がどういうグリップか知らないけど、うん、ドライバーだけこうやってオーバーラッピングだったら小指外しちゃう、うん、でカコーンっつって天秤、そうこうやって、それがだって一番飛ぶもん。で自分が支点になるのね自分は動かない。でクラブをめっちゃくちゃ動かしてあげる。昨日レッスン来ていただいた方が、うん、左行くんです、左行くんですって悩みがね、うん、それで打って、うん、めっちゃ下使うのに、で左行くから下使ってんだって逆っつってで上を使わないようにしてるから、左行くからって言って上が足らないっつったの。上足んないから下とりあえず止めて、うん、上 120% でいいから使ってっつったの、うん、そしたら右全然行かないよ左で、そこでじゃあ110か100に落としてっつったら、うん、めっちゃいい球。でもこれじゃないのよ、うん、その方がこうだったから、あそう普通にこれぐらいでは使ってんの、だそれでちょうどいいですよって。なるほどなるほど、使いすぎちゃってる、ね、使いすぎちゃってる、うん、そうだ下が120だったそうすげえいい球打ったけどね。その方はね6番ヤンをあんまり使ったことないっつうの。で6番ヤン打ってくださいっつったら6番ヤンいきなり1球目からいい球打ってて、だ上がちょっと足らなかったですねっつって、やっぱりクラブ動かしてあげることが何よりも大事ですって今年1万6000回目ぐらいで言った。そうだ、うん、そう、それぐらいクラブが動いてない方が多い、やっぱり改めて。そこだけ、そこだけだね。だっていいスイング元からしてた、結構ちょっと使い方を変えてあげただけ、それだけで全然違う。じゃあこの不特定多数に発信している YouTube で、うん、その人によっての原因が違うけれども、うん、とにかく悩みがあるんだったらヘッドを動かせよと、うん、間違いない。これは本当何があってもだってことが始まらないんだもん。あそうだね、そうこれヘッド動いてなかったらそうヘッドが動いてゴルフが始まってでそのヘッドを早く動かしてあげたら単純に飛距離出るじゃんそう、それをやらないんだよ。それやってあげた方がいいね。体を動かすんじゃなくてヘッドをとにかく、そうだからヘッドの動く度合いがじゃあ100になりましたって言って100のまま体を100にする人は少ないのよ。クラブを80に落として体を100にする人はいっぱいいるのよ。そうすると右ギミーミギミーに倍グーだからだってもう絶対だもん、振り遅れる。その今ね株を回ってる後輩なんかもインスタとかでねストーリーとかで少しの振り遅れが気になるとかって言ってるぐらいだから。あそうそう、それぐらいその振り遅れちゃうんだよね。プロでも分かってて振り遅れるから、さらに意識してあげるだけで結果は変わります。リクエストのお悩みの方っていうのはアイアンの飛距離がドライバーに近づいちゃってドライバーが飛んでなく感じちゃう、それはドライバーが飛んでないんじゃなくてアイアンが飛んでますよということなんで、練習方法とかそういうのは本当別に今まで通りやっていただいて結構です。ドライバーはより振りやすいスペックに変えるか、もうそのままの飛距離で、まあ、納得していただいた方が一番いいかもしれないですね。で今回リクエスト動画ですね、距離が詰まってしまう方に動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ヘッド動かしてたら手を止めればいいんだよねそうなの、そうなの、まさにそうなんです。手を止めてあげたらヘッドは動きます。よろしくお願いします。